A 型貨物船とは、日本郵船が運航した貨物船のクラスの一つで、1935年から1938年の間に、三菱長崎造船所で5隻が建造された。日本郵船における本格的なディーゼル貨物船のクラスの第二陣であり、主に欧州航路に就航した。太平洋戦争では、前線が日本海軍に徴用され、すべて戦没した。 本校では、主に建造までの背景や特徴、技術的な面などについて説明する。単独項目として作成されている船に関しては、そちらも参照されたい。日本優先の貨物船体の主力であった T 型貨物船は、1930年代に入ると、陳腐化して、速力の面では全く勝負にならず、横浜積み出しのキート輸送は1932年度の時点で、 大阪商船や国際汽船などのディーゼル船に9割キューブ持っていかれるありさまであった。それでも日本郵船は1920年代後半から1930年代前半にかけて命令航路就航の貨客船を浅間丸や氷川丸、出る国丸などの新鋭船に置き換えた後貨物船部門の改善に取り掛かった。第一次船舶改善助成施設で ニューヨーク航路向けの N 型貨物船を建造し、ついで、欧州航路、特に1917年開設のリバプール船で、ブルーファンネルラインとの激しい競争に対応するための貨物船の建造を計画した。これが A 型貨物船である。船名の頭文字は、すべて、あで始まる。A 型貨物船5隻のうち、赤木丸と朝香丸の2隻については、 船舶改善助成施設の適用を受けることとなり、赤木丸の見合い解体船として日本郵船は、自社船の中から日本最初の1万トン超過客船の一席で、ある、晴海丸を、朝霞丸のそれには、日本最初の7000トン超過客船の一席である、丹後丸をそれぞれ重当したが、丹後丸の解体は後に取り消された。大阪商船の機内丸は高持船と比べて、 性能が若干下回っていたと評された、全球の N 型貨物船からは、幾分かは改善された。最たる特徴は、ディーゼル機関であり、気象種の機関を搭載していた。従前のディーゼル機関は単動式であり、馬力を得るために複動式の機関が開発されるようになった。三菱長崎造船所でも提携先のスルザー社から、ライセンスを得て、 7DSD 型と呼ばれる複動式ディーゼル機関を6700馬力のものと7600馬力のものの2種類を合計5台製作し、長崎建造分の N 型貨物船3隻と国際機船の貨物船2隻に搭載した。ところが、そのうちのカノマルがピストン棒を切損する事故を起こし、その他燃焼不良などの故障や整備が面倒なことなど、悪評が先行して、 スルザー型の複動式ディーゼル機関を採用する選手が続かなかった。そこで三菱長崎造船所では独自開発の MS 型ディーゼル機関を複動式に改造したものを設計し MSD 型として開発した。MSD 型はすべて A 型貨物船に搭載されてその性能を遺憾なく発揮したもののやはり整備に手間がかかること、それに ディーゼル機関の技術革新で単動式にサイクル下級機関が登場するに及んで、副動式ディーゼル機関はほとんど廃れ、三菱長崎造船所が製作した副動式ディーゼル機関は、戦前製作分に限って言えば、7DSD 型5台と MSD 型5台の計10台にとどまった。また、最終戦の東丸は、 他の姉妹船とは異なって、選手ロー付けの平ら板型の船型となり、トンカズなど所要目も若干異なる。赤木丸と有馬丸は竣工後、予定通りにリバプール船に就航するが、ブルーファンネルラインとの力関係は日本優先といえども差を縮めるには至らず、北部ヨーロッパ諸港やハンブルクを結ぶ航路に活路を乱すこととなった。 1937年7月からは、パナマ運河経由の東回り世界一周線を開設し、A 型貨物船は5級の S 型貨物船や国際規制の貨物船と共配線された。1939年9月の第二次世界大戦勃発後は、往路が地中海経由ではなく保険料が安かったこともあって好評だったが、間もなく日米関係の悪化などによって、 遠洋航路は縮小して優秀船は引き上げられ、1941年半ばには定期の遠洋航路は事実上途絶した。東丸は昭和16年4月13日に神戸港を出港し6月8日にニューヨーク機6月24日に出港して8月1日に横浜港に帰着し、戦前最後のニューヨーク船就航船となった。A 型貨物船5隻は 太平洋戦争開戦前に、時期はまちまちながら、すべてが日本海軍に徴用され、赤木丸と淡田丸は特設巡洋艦に、朝香丸は特設運送艦を経て、特設巡洋艦に着いた。また、有馬丸は船舶運営開始用船を、東丸は特設運送船をそれぞれ経て、タンカー不足を補うため応急タンカーに改造をされた。 1943年に、有馬丸・まる、あと特設運送船に転籍した、あわたまが戦没し、1944年には、赤木丸が2月17日のトラック島空襲で戦没、特設運送船に転籍した、朝霞丸も、マコで空襲により戦没して、戦争終結後の残存船はなかった。328,389票のうち、 日本優先取扱い分はわずか930票であった。のと丸、のしろ丸、のじま丸、かの丸、きよすみ丸特設運送艦時代の朝霞か丸がリスボン発、アフリカ大陸南方系ユニホンに帰着する40日間の無機構公開を行って整備をした際、掃除手入れを行わなくても相当に数の公開が可能な状態であった。ありがとうございます。